ございます。なんか横にならなかった。あ、できたできた。さあさあ、お疲れ様、ありがとうございます。よし、あばら骨、なんかあばら骨に見えるよね。若干さ、脊髄のやつ、なんていうの、脊髄もう見える。なんかめっちゃ適当に作ったんですよ。あれ、月クッキーね、焼き上がったら、あれ待って、なんかめっちゃこれはなんかあばら骨に見えるぞって思ったの。関さん、こんばんは。犬です。シンジさん、バラありがとうございます。ハートもありがとうございます。ソルさん、フルキラありがとうございます。キサンハートありがとうございます。でもこれがなんかなんでできたかっていうと、いつもさ、だいたいなんかスプーンで作ってたよね。でなんか形を整えるときに、あのスプーンでペチャってね、いつもなんか平べったくしてたなんだけど、なんでだか今回はフォークを使ったんですよ。それですね。そう、フォークであばら骨みたいなのが成形されました。食べたい。味はいつも通りでした。もうここ1ヶ月ぐらい、たまにちょこちょこ作ってる。なんか作りたいがために作ってるだけなので、作ってさ、一人で困るってなるでし、唇さん、ありがとうございます。骨を外すように型抜きするんですね。そういうことです。バラバネタってね、めっちゃなんか似てるような、ちょっと曲がったさ、あのなんていうの、脊髄がある。脊髄って名前しか分からんなんていうんだっけ、あの背骨もある。ちゃんとフォークの形、そうなんです。あの背骨は分からん、背骨はなんでできたか分かんないけど、肋骨は完全に。いつも食べますよって、よさで作ってくるの、食べるのにって、食べたいって言ってくれてありがとうです。そんなになんか枚数がさ作れないよな、大量に。いつも大きめに作っちゃうから大量にできるわけじゃないのが難点。インさん、ハート並べれた、ありがとうございます。でも今回はなんかさね、でなんかいつもはもう、あ、作りたいがためにさ作ってるのにさ、あの作りたいがために作ってるじゃんか。そうで、今回はステンドグラスクッキーっていうのを作りたいなって思って、で作ろうと思ったんだけど、なんかまあ一応ね、あのなんていうの、生地レシピ通りに作ってた生地で冷やしてたら、あれでもまだ柔らかいなってなっちゃって、今冷凍庫にぶち込んでそのまま状態のがある。なんか作りたいがために作るんだけどさ、菓子作りがさ上手なわけじゃないからさ、うまくいかなかったって落ち込むのやめたいよね。そんな困っちゃうね。でシータックさん、ありがとうございます。ハートの3連もありがとうございます。バーニー付きしましょうって、
いやなんかもう作りすぎてね、結構食べてもらったなと思って。でもすごい美味しいわけじゃないから、もうなんかあげるのも申し訳なくなってきてしまった。鬼矛盾。そう、作るのが好きだから作る工程が好きなんだろうね多分。そうだけどめっちゃすごい美味しいのができるわけじゃないから困っちゃうんですよ。だからすごい美味しいのをさ、食べたいって言ってくれるぐらいさ美味しいのをさ作れるようになりたい。だからそのレシピを一回、このレシピを見ずにこれは完璧に作れるぞっていう菓子作りを一個見つけたいなって思って。あらさん、こんばんくまちゃんです。じゃあもらいました。もうお届けしたい。ステンドグラスクッキーもあのね、めっちゃね、飴をね崩すのにね、あの困っている。飴崩してなんか麺棒でトン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 やってたら多分緊張迷惑になってしまってさ、ペンチで潰すのがいいと思ったけど、お家にペンチがないと思って、その作る工程に今悩んでおる。あずきくん、ファンシーさんに会う予定ないから熊にも当番ないよ。なんでファンシーに会う予定がないんですか。最近なんかあれ会えてないなーって思ってたのよ。そう、忙しいのかい。9月もいっぱいライブあったのにありゃーと思って寂しがっておりますよ。いつでももらうよ、お渡ししたい。そう、ちょっと美味しくできるように、美味しく作れる、なんか焼き加減がやっぱ難しいよね。なんか同じ、いつもと同じにしてもさ、あ焼きすぎちゃったなとか、チョコはちょっと焦げちゃったなとか、生地とのさ奥位置とかでもやってさ違っちゃうからさ、そう困っちゃいますね。でもちょっとあばらぼねクッキーは作り方は分かったから、あのもうちょっとあばらぼねに六角さんに近いやつをねちょっと作りたくなった。そう、ちょっとこれをもうちょっとうまく作れるようになるのあり。え、そうと思っている。フォークがあればできる。いろいろ忙しいって理由で予定組んでないっすよ。おりゃ、いろいろファンシーに会うと、クマさんに会うために忙しいにも入れない、悲しいですな。ま、6月もねいっぱいいっぱいライブある予定なので、ちょっと会いそうな時探して会いに来てね。あのまとめたのでね、ファンシー会える日っていうのをね、じゃあ見てね。明日のねライブもね、なんか2本とも時間変わってて、2本ともそう時間変わってたし、会場すら変わってたのでね、珍しいね前日に会場が変わるなんて。なのでちょっとチェックして会いに来てくれたら嬉しいです。あのね、1本目はさ9時台だったのが11時台になったのでね、ちょっとあの早い時間からは過ぎたけど、ちょっとだったらお昼午前中の見て配信にしてください。上達するのもありねって。
でも変な趣味よな。趣味じゃない、特技か。アバラバネのクッキー作れるのって。6月は始まりからライブラッシュ。そうなのです。もう、そう。いっぱいいっぱいあるのでね。たくさん会えたらいいなーの気持ちです。うん、ね、5月のゴールデンウィークと頭並みにいっぱいあるライブか。でも1日からスタートするのがさ、あの何、土日スタートするの久々な気がするってね。私は寂しがり屋さんやから早めには思せるよ。お、じゃあ次会えるの楽しみにしてあります。前日にあれだけの時間変更と場所の変更はやばいね。びっくりだね、結構時間2時間ずつぐらい変わってたもんな。2本目も5時台だったのが3時25分、2時間早まってたので、2時間遅くなって2時間早まってっていうね。そうそうそう、間がねそんなに開かなくなったけど、明日はもともと結構開く予定だったの、だからまあまあまあ。会えたらなと思います。骨までアイス自信あり。骨はしてる、動物看護師の勉強するのに骨のね、やっぱ骨もね勉強するからね、骨もいっぱい勉強した。各なんか動物によって頸椎の数が違うとかも、ね、勉強した。だー先生こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんでございます。15分はかちょっと物足りないけど、まあ確かに両方ともねちょっと15分なんだけどっていうところですね。うん、あ、先生ハートありがとうございます。ラジオのチューニングみたい。ただ早く会いたいなって、いつ会えるかな。東京遠征も早くね決まったらいいなって思うんだけど、遠征福岡が決まってるのでよろしくお願いします。いつもまとめるたび福岡を忘れてたと思ってやばいやばいってなってたんですけど、今回やっとちゃんと入れられた。脊髄クッキーと無脊椎クッキー、確かに脊椎をさ作れるように見てたらさ、無脊椎もの傾きをするのがちょっと苦手なので、なんかね嫌なんだよね、あんま上手にいかない。だから今ステンドグラスクッキーを作るのに戸惑っているのです。こっちは傾きをしなきゃいけないから。そう、よし、レインボーした、ありがとうございました。ライダーさんペンライトありがとうございました。マイクガサゴソと、わ、申し訳、聞き取りづらいよね。福岡は通してあるって言って、そう、2日間で2日間で通してなんかな。そう、アイテムねまだ出てないんですけど、チカッパさんに出演させていただきますのでよろしくお願いします。今年初福岡
毎年ね、いつも行かせてもらってるけど、今年初福岡です。東京遠征待ってるね。東京遠征がね、本当に行けてないのが、そうそうそう、申し訳ない、悔しいというかですね。新体制になってね、まあ終電もあったけど、遠征が岡山と名古屋だけしか行けてないのでね、新体制でもいろんなところで皆さん会いに行けたらなっていうところです。やっぱ、ライオンが高く福岡は別場所で日本で言われて入場どうするか悩む。確かに、もう他にチカッパサインの他にライブあったりするんかな。どうなんだろう。ちょっと詳細出るまでお待ちください。この間第2弾が発表されてたかな、出演者さんいうところですね。そうそうそう。でもとりあえずは6月がね、大阪でいっぱいいっぱいライブありますので、よろしくお願いします。もう来週とかも結構出てるので、そうよろしくです。チェックしてください。ちょっとそろそろランキングを読みたいと思います。13位がゆうと、ありがとうございます。12位が新庄さん、ありがとうございます。11位はたつきくん、ありがとうございます。10位がゾウさん、ありがとうございます。9位はちゅうたろうさん、ありがとうございます。8位あおろうさん、ありがとうございます。7位ライダーさん、ありがとうございます。6位はゆめたん、ありがとうございます。5位はソロさん、ありがとうございます。4位はドラ先生、ありがとうございます。3位はザキさん、ありがとうございます。2位がデシ、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということで、よいしょし、よいしょし、そこにしてください。ということで、今麦ちゃんとお留守番なんです。おつもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。6月もよろしくお願いします。はるかさん、こんばん、くまちゃんって終わりかって来てくれたところ、申し訳ない。また土来たら来てね。ということで、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。